どうも、ザケンでございます。早もうでね、今月4月ももうそろそろ中旬に差し掛かってくるっていう時期になってきまして、先日までね、行われておりましたポケモン GO の春イベントも終了しました。なんですけどね、皆さん最近のポケモン GO のイベント楽しんでいらっしゃいますでしょうか？なんかね、ここ最近のポケモン GO のイベントに関しては、どうもね、一部ってか大半のトレーナーかな、なんかね、正直まあ私も含めてなんですけれども、いろいろと物議を醸しているところがありますよね。それこそね、先日まで行われていました春イベントに関してもね、目玉的存在となっているポケモンをゲットするための手段というか、例えばフィールドリサーチとかがね、なんていうか、課金前提になっている、なんかね、そんな感じの内容になっていたりとか、あとはね、なんといっても花飾りピンプクですよ。あれがね、色違いはおろか通常色ですら全然出てこないって話をよく聞きます。まあそんな感じでね、今回はまあ急にね、動画の入りからネガティブな感じになってしまっていますけれども、今回の動画ではここ最近のね、私自身のポケモン GO での報告と、あとね、最近世間で流れています情報に関して私自身ね、ちょっと思ったことがあったんで、まあその辺をね、まあいつも通りゆるゆるっとになるかなっていうふうに思いますけれども、話していこうかなっていうふうに思います。正直ね、先日まで、なんだろう、あの野球関係でね、めちゃめちゃ長い動画を作ってしまってて、結構疲れたってのもありまして、今回はね、結構平平ボンボンな感じの内容の動画になるかなって思いますけれども、よろしければ最後までお付き合いくださいませ。それでは本題、行ってみましょう。はい、というわけで今回は、私、原健自身の最近のポケモン GO 事情と、あとね、ポケモン GO の最近流れている情報についてのお話ですね。とりあえずね、動画の冒頭でも話してきました春イベントだったんですけれども、とにかくね、先ほどもちょこっと話した通り、花飾りのピンプクが出てこないとか、あとね、花飾りラッキーをゲットするためのフィールドリサーチが、なんだっけ、たまたまを25匹捕まえる、もしくはお香を使うって感じで、なんていうかね、課金アイテムを使わせる方向に誘導させていたりとか、あとはね、ワシボンが出てくるフィードリサーチの内容もレイドバトルで2回勝つっていう感じで、普通にプレイしたらね、通常のオレンジ色の1日1枚手に入る無料オブレードパス、あれ1枚分だけでは絶対にクリアできないっていう内容になってまして、とにかくね、課金アイテム使わせに来ていたんですよね。それこそ花飾りピンプクが出てこない、卵孵化に関してもしっかりですよ。そんな感じだったんで、私自身もね、今回の春イベント正直ね、全然力を入れてやっていませんでした。そんな中ね、この後行われますライバルウィークの情報の詳細についても来ていたんですけれども、これね、前回の予想というか妄想トークというか、そういった動画の中でも話していましたが、実装が噂されていました新しい未実装のポケモン、これについてもね、発表が来ていましたよね。なんと今回のライバルウィークでは、クズモウとウデッポウというポケモンが実装されます。この2種類のポケモンについてなんですが、実はね、これ私自身のそのね、前回の予想妄想トークの動画の中でも触れようかな、どうしようかなっていうふうに悩んでいたポケモン2種類だったんですけれども、その中でもね、まあ対になってる中でクズモウですよね。このクズモウって進化するとドラゴンタイプのドラミドロっていうポケモンに進化するんですよ。なのでね、またしても第6世代のドラゴンタイプのポケモン実装を増やしちゃうの、それはなかなかないんじゃないかなっていうふうに思っていたんで、動画の中では特に触れていませんでした。そしたらね、来ちゃいましたね。実際ね、実装が来るってことになりまして、そっか、ドラミドロあっという間に手に入っちゃうのかなっていうふうに思っていました。いやー、この予想はね、外したかっていうふうに思ったんですけれど、まあ公式発表がないんで解析情報だけかもしれないんですけれど、どうやらね、水毒タイプのクズモを雨400個集めないと進化できないっていうパターンになってるみたいです。あ、そっか、チルトワークか、ふーんと。まあそんな感じでね、正直自分でもびっくりするぐらい、なんかね、新しい情報が来てもなんか冷めた反応をしちゃってる自分がいたというか、そんな感じになっているんですね。でもこれね、きっと私だけではなくて、多くのね、ポケモン GO トレーナーさんたちが今そうなってるんじゃないかなっていうふうに正直思ってしまいます。まあでも正直ね、こういった状況が続くと、なんだろうな、ポケモン GO、なんていうかね、今後ね、存続の問題というか起きてくるんじゃないかなっていうふうに個人的には心配になってくるんですよね。まあね、それでもゲームとしてはね、勢力相変わらず強いんで、まあ問題ないとは思うんですけどね。それでもね、正直ライト層とかそういった方々はね、結構離れがちになってきてしまっているんじゃないかなっていうふうに思います。それもあってかなのかね、最近ポケモン GO では、まあこれもね、解析情報になってしまうんですけれども、新しくね、第6世代のポケモンとか未実装のメガ進化のポケモンとかのデータが追加されたよって情報が舞い込んできてはいました。でね、その内容を見たときに、あー、そっか、やっぱり運営さんもね、結構今の情勢焦ってるのかなっていう風に思わざるを得なかったんですけれど、正直ね、その解析情報がまとめられた画像を見たときに、これそのまま信じちゃうのまずくねっていう風に思った部分もあったんですね。
まあ正直ね、私自身はそういったね、解析関連の情報は普段からね、あまり信用しないようにしてはいるんですけれど、その中でもね、今回は特に、あれ？この情報本当にそれで大丈夫？っていうふうに思った部分がありました。それをね、まあ私にしてはね、結構珍しいかなっていうふうに思うんですけれども、今回ちゃんとね、話そうかなっていうふうに思いまして、まずはね、その解析情報をまとめた画像に関してこちらに出しておくので、ご覧くださいませ。これを見てね、思ったんですよ。まずね、気になったことが、あれですね、化石のね、第6世代の化石のポケモンでしたっけ？その中で、アマルス、アマルルガ、チゴラス、この3種類のポケモンは描かれていたんですけれども、なぜかね、アマルスの進化系のアマルルガまで描かれていたのに、チゴラスの進化系のガチゴラス、ないんですよ。で、もっと言うとね、ちょっとなんか、剣？剣みたいな形をしたポケモン、ヒトツキってポケモンがいまして、そのね、進化系のニダンギルってポケモン、まあ、剣が2本になってるやつですね。これも描かれているんですけど、これね、最終進化系でギルガルドってポケモンがいまして、このギルガルドがね、まあ、これはね、前回の動画でも触れたポケモンなんですけれども、2つフォルムがあったりしてね、結構ユニークなポケモンなのに、最終進化系なのにね、また描かれてないんですよ。でね、もっと極めつけ、近日開催されます、ライバルウィークで実装される、クズモと進化系のドラミドロ、それとね、ウデッポーと進化系のブロスター、その中でなんとね、実装が具体名を出して告知されています、ウデッポーないんですよね。そんな感じでね、情報内容が結構ね、漏れてるというか、脆いというか、そんな感じなのにね、これ、鵜呑みにして期待していいのかっていうふうに正直思ってしまいます。まあ私自身はね、元から信用してないんですけどね。とまあそんな感じでね、今回は動画にするにしてはね、あまりよろしくないというか、結構ね、ネガティブめな話の内容ばっかりになってしまっているんですけれども、まあね、報告動画とも銘打っているんで、報告もね、しなきゃいけないんですよね。でね、この報告できる内容、なかったらどうしようっていうふうに思ったんですけれども、幸いね、なんとかいくつか見つけました。その中でも、はい、これですね。なんと私、今回の春イベント中に、フレンズさんからね、招待された女神ミロップのレードで、色違いのミミロップ、ゲットすることができました。いやー、これはね、ちょっと嬉しかったかなって思います。まあね、色違いのミミロップに関しては、もともと1匹持っていたんですけど、もともとはね、オスしか色違いのミミロップ持っていなかったんです。それがね、今回出てきてくれた色違いのミミロップ、メスだったんですね。なのでね、まあ普段あんまりね、正直そこまで気にしてはいないんですけど、今回晴れて色違いのミミロップをオスメス両方揃えることができました。ただね、正直、こういったね、収穫に関しての報告はこれだけになってしまうんですね。でもそんな中でね、ちょっとね、これね、画面をお見せしながら話しようかなっていうふうに思うんですけれど、ようやくね、私のところにも新システムが来てくれました。ちょっとね、これ画面を見せながらお知らせしましょう。はい、というわけでね、今ちょうど画面のね、左側にもいつも通りゲーム画面出してるかなって思うんですけど、一応ね、画面映しましょう。これね、4月7日に手に入れた卵なんですけど、これね、下の方見てみると、特にね、何も描かれていません。それがね、スワイプして、これね、4月8日に手に入れた卵なんですけど、はい、下行くとね、なんと、ポケモンのね、付加確率がこういう風に出てるんですよ。あー、なるほどね。あ、これあれだ。昨日ちょうどね、実装された時は、生まれる確率について、なんかマーク出てなかったんですけど、今回はね、マーク出るようになってます。でね、これね、春イベントの期間中に手に入れた2キロ卵ってことで、まあ限定のね、花飾りをつけたピチューとかも入っているんですが、あれですね、なんか一番ね、生まれやすいポケモンの中には、ピチューとか、トゲピーとか、ルリリとか、ホルビーとか入ってて、その下にね、タマタマとか、花飾りのイーブイとか、あとミミロルとワシボも入ってるのかな。でね、この下にね、全部5つ星の、なんだろう、レアドになってるのかな。で、この中にね、問題のやついるんですよね。はい。花飾りをつけたピンプクですよ。はい。私の方ではね、シルエットになってるんで、やっぱり生まれていないんですけど、これね、思うんですけどね、本当にこれ、ピンプクも同じ確率に入っていいのかってぐらいね、全然生まれないんですよね。ちなみに言うとね、この中に出てくる中で、羽根っことかコイキングとか、あとややこまとかシシコとか、この辺はね、普通に帰ってます。もうね、ピンプクだけね、これ別枠じゃねっていうふうに正直思うんですよね。とまあそんな感じでね、まあその他にはね、特に報告することもないかなって感じなんですけど、まああれですね、一応今月の榊戦の報告というかね、ちょっと変わった戦い方をしたんで、その時のね、動画をここに出しながら、その時のバトルのね、実況もしつつ、ちょっとね、振り返ってみようかなっていうふうに思います。はい、というわけで今月の榊戦。まあね、榊は先月から、関東のね、伝説山頂のシャドウポケモンを使ってきているっていうことで、先月はシャドウフリーザー、そして今月はね、シャドウサンダーを使ってきています。
でね、個人的にはこのねシャドウの伝説山頂、天候ブーストかかってる時に戦って捕まえたいなっていう風に思っていたんで、今月の場合で言うとね、3段にブーストがかかる雨もしくは強風ですよね、この天気の時に戦いたいなっていう風に思っていまして、そしたらね、ちょうど先日強風ブーストがかかってた時に榊に出会うことができたんで戦ってみました。でね、今回ちょっとね珍しくもっとね縛りというか設けまして、なんとね3匹のポケモン全部 CP1500 以下のポケモンだけで榊と戦ってみました。その時のパーティーがねこんな風になっているんですけれども、じゃあね早速戦ってみましょう。はい、こんな感じでね、初手はドリューズで、2番手にねルカリオ、その3番手にねナマズンっていう風にしてるんですけど、まあね実質初手はまあルカリオってことになりますよね。なぜかっていうと、初手で相手が使ってくるのがね安定のペルシアンなんで、まあねペルシアン強いんでね、すぐにねルカリオに交代させます。でルカリオね交代するとしばらくね相手が硬直してくれるんで、その間にねカウンターを打って技のゲージ貯めていきます。でね早速一発目のブローパンチを打って、まあねそこでねシールドを使ってくるんで、まあねシールドを使ってきても関係なくね攻撃力が上がっていくんでね、これでねブローパンチをしっかりまた2発目も打っていきまして、うんうん、こんな感じでね、はい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 、オッケーオッケー、2発目入れた。これでねシールドが全部剥がしきりました。でね、こうなってくるとね、まあ攻撃力も上がってるんで、カウンターだけでね、赤ゲージにできるんですよね。で、相手がちょうど技がすぐ打ってきたんで、ここでね、シールドちゃんと使ってあげます。この時確かね、ペルシアンは技位置がダマージしちゃったのかな？で、普通にね、スペシャル技がイカサマだったんですけど、それもしっかりね、ガードしていって倒してと。で、2番手でね、なんとノーマルつながり、またガルーラが出てきたんですよ。でね、このガルーラがね、どうやら多分、技位置はあれかな？泥掛けだったのかな？ちょっと泥掛けはね、鋼タイプが入ってルカリオ痛いんですけど、まあとりあえずねグローパンチ溜まれば溜まるだけガンガン打っていくって感じになります。でねこうやって打っていくでしょ。でこれでねまあ攻撃力もガンガン上がっていますから、うん、なんとねあまりダメージも受けないままガルーラをねまた黄色ゲージまで上げていきます。上げていきますって悩んで下げていきますでしょ、失礼しました。でねグローパンチをねガンガン入れていくと、もうねあっという間に赤ゲージにできて、ダメージをね実質受けることなくガルーラ倒すことができました。でねこうやってガルーラ倒したらやっぱり3番手ではね3段出てきました。まあ一応ここでね技のゲージ溜まったんで、まあ申し訳程度のグローパンチを打って、でこの後はねまあどっちにしよっかな、ドリューズにしよっかな、ナマズにしよっかなってなんですけど、ドリューズに変えていきます。でねドリューズに変えて、まあね技がすでに溜まったんで今までガンガン打っていくって感じになりますね。でこうしていくとね、まあちょうどねサンダーが使ってくる技は多分チャージビームかな、なのでねまあ電気タイプの技はねドリューズは地面タイプ入ってて、ね、二重耐性あるんで、まあこっちはねあまりダメージは気にせずにね岩あたりを貯めてガンガン打っていくって感じになります。ドリューズもねなんだろう火力一辺倒なんで耐久はないんですけどね、やっぱり二重耐性の技には強いですね。まあこんな感じでねもうね相手がねチャージビームをガンガン打ってくるときに、こっちもねマッドショットでしっかり技のゲージ貯めていくんで、もうねこんな感じでもうあっという間に相手のね CP じゃない HP を風前の灯火できました。でねここでねギリギリのところでゲージ技打たれるんですけど、シールドをね1枚残していたんで、ここはねしっかりガードしていきます。まあ10万ボルトねまあ大丈夫大丈夫、こっちもちょうどね今まで溜まっていたんで、最後にレアナタで一発打っていくって感じになります。うん、これでね3段も倒しましたってことでね、なんとねこれ奇跡だと思うんですけど、3匹のポケモンすべて CP1500 以下で戦ったのに、なんと1匹も倒されることなく完封して勝つことができたんですよ。これまでね私はいつもなんだろうゴーロケット団のリーダーとかボスとかは極力ね完封するために結構強いポケモンとか使ったりして戦っていたんですけれども、なんていうかあれですね、ゴーバトルリーグとかでバトル慣れしてくると結構ね CP1500 以下とかそういう風に縛ってもね、どのポケモンが強いかとかある程度分かってくるかなって感じになってるんで、こういった感じでね勝つことができるんだなっていう風に思いました。まあ正直ね一匹も倒せなかったっていうのは相手のねポケモンの技構成とかそういったとこもあると思うんで、まあ運ちゃ運なんですけどね。はい、といった感じで今回のねまあ私自身のねここ最近のまあ近況報告というか、そういった感じの動画は以上となります。正直ねここ最近のポケモン GO ってなんだろうな、陽気はね暖かくなってきて春って感じになってきましたけれども、結構ねイベント的には旨味が少ないというか、まあ言ってしまえばね冬の時代っていうレベルのね雰囲気もいささか感じざるを得ないかなって感じになってはいます。まあでもね正直言いましょう、あくまでゲームなんで無理することはありません。本当にねガチるべき時期が来た時のためにリラックスできる時はねリラックスして、あまりね気負わずにプレイしてもいいかもしれません。皆さんに合ったねゲームのプレイスタイルで楽しんでいきましょう。
といった感じで今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今回の動画が少しでも皆さんのポケ活の参考になれば幸いでございます。よろしければチャンネル登録、そして気に入ってくださった方は高評価などよろしくお願いいたします。また私は Twitter と Instagram もやっておりますので、よろしければそちらのフォローもお願いします。それではまた別の動画をお楽しみに。ハラケンでした。